どうもおはようからこんばんは、殿でござる。太閤立志伝5、二階堂守義編、続きやっていきましょう。で、年が明けて1月1日、みおちゃん、明けましておめでとうございます。赤くなってくれるんだ。よかった、こんな顔なんですけれどもね。しかもちょっと名声が1、落ちているという、あれかな、まあ、上洛したんですが、まだまだこう信長が上洛するまでは京って結構荒れていましたよね。だからそもそも、まあ、あんまり興味がないのか、まあ、興味があったとしても二階堂守義どんなお方だろうって見に来て、みたいなそんな反応されて名声が落ちてしまったのかな。ちょっと一世風靡したぐらいかな。でも家臣が結構ね増えてきてね、いろいろ種名はね今与えてて鉄砲をね増やしているんですよ。ただこうやってねいろいろ種名を与えてるのも結構めんどくさいところもありますよね。家臣が増えてくると、かといって家老はそこまで多くはないの。吉田さん病か、後で見舞いに行こう。まあこうやって家臣が増えてはきましたがね、でもねみんなこうやって、まあ私が当主になってもみんなまあついてきてくれたんで、まあそういうので追放とかはしたくはないかな。ちょっと早速見舞いに行こう。正月だからなんかこうね祝い事とかしてあげたいんだがな。さすがに病だったらあれかな、また極意をとか言ってこないよな。あ、そういえばね、醤油寺、義務。天井裏に何やら物音が、ネズミの仕業かな。なんだ、ネズミか。そんな、わざとらしいかな。孫うことなきネズミだった気がするんだが。千代松。ただどこの忍びだろう。特に今忍び敵対していないんだがな。さあ宮内対宮内だな。連勝記録連勝記録終わったからな。なかなかいい動きをするな。ならばこれでどうじゃ。微妙だな、相手はなかなか手だれの様子。いやここで死ぬわけにはいかんぞ。っていうかもうな、投げろよ、くないって思うんだがな。お互いいい読みをするな。一発もまだ当てていない。一体どこの忍びだろう。あ、防御になる。いいぞ、いいぞ。ならば、ここで、秘技。猛毒くないよ。あ、また防御ね。そこだ、この猛毒を味わうがよい。よし、いいぞいいぞ。ヨステルさんにはね一発でやれるんですけども、この辺の忍びにはやられるわけにはいかん。さあじわじわ食らっているだろう。あとはどうする。また防御。はい、避けただとやるではないか。ただ千代松一体どこの忍びだろう。よし倒したぞ。伊賀衆、裏で糸を引くのは三好家か。強がり。本当に手だれが来たら多分やられていたと思うんだが。じゃあまあ、忍びも倒したところで、茶会。つっても、5人ぐらいしかいないんだがな。なら、松島の壺。大丈夫？何人かは飲んでて、あれ？この味、あやたか？みたいなことを言ってる人もいるかもしれんぞ。お、いろいろ帰ってきたかな？いや、別に、あやたかは美味しいよ。うん、別に、お茶は全部美味しいと思ってはいるが。じゃあ、昇進させて、で、合戦。で、録画外で昇龍寺は落としておいたんですよね。だから、芥川城。で、面々で言ったらそうなる。まあ、なかなかいい面々ではございますが、
病ではない。じゃあ行きましょう。ただ松永長頼の方がねまだ上司としているんで、どうだろうな、援軍として送られてきたらちょっとめんどくさいが、ならば後藤さんも兵力4万4千か。まあ関口は1万貫で来てくれたから、後藤さん素直に来てくれるでしょう。嘘、そんなことないと思うな。兵力4万あるんだがな。やっぱり関口を呼ぶしかないのか。今のところ、あの人と吉本さんぐらいしか素直に来てくれない。つまりは今川家だもんな。援軍を要請するか。まあ、近場で言ったら本願寺だがな。やっぱり関口かな。あ、兵糧輸送とかもできる。じゃあまた1万貫。よしよし、やっぱりいいやつだ。で、軍団で行って、相手は三好長慶。なかなかいい面々ですね。防御力もどうせ硬いでしょう。まあでもちょっと会員戦闘で行かせてもらいます。兵力はこっちが少ないですからね。まあ、詳細でじっくりやってもいいんだがな。でも援軍は来ないな。お、ああ、和議、はい、早いね。お、戦況は五分と見るか、まっちゃん。拒否して、暗殺とかないですよね。ダメダメ。まだまだ戦は始まったばかり。三好家の軍団をわざわざ阿波から実給が来るか。そうか、まだ生きているんだ。向かってくるな。とはいえ柵を作られているんで、お、闇討ちをしてくる。長吉を攻めるのもちょっと難しいな。なら迎撃ぞ。闇討ちが怖いからな。まっちゃん集中狙いでいくか。とはいえな、平地に陣取るのもな。伏兵とかいろいろはあるが、いったんまっちゃん攻撃。関口隊だいぶ士気低いが大丈夫かな。ここら辺は早々と倒させてもらいましょう。ちょっとね、四角を押せば全軍待機もできますね。竹藩兵力少ないがちょっと出てみるか。挑発とかいろいろ回復、伏兵、号泣でいいかな。で、実給の援軍か。わざわざ阿波から軍勢を率いてきた。とは言うが、実給なき後は、篠原さんが、まあ、阿波氏を率いてて、結構、機内に遠征しているからな。だから、個人的には、篠原さんもっと強くてもいいと思うんだがな。いろいろね。そうそう、文国法も制定したりして、で、結構遠征もしたりしているからな。相手の動き見ると明らかに私狙っているよな。じゃあちょっくら前進しますか。長吉は引いていったな。うまく接近してこう柵を作って妨害できればいいんだが、攻撃はちょっともったいないから連携。お、耐えたか。お、篠原さん伏兵。
う見るとアクターガージョの兵力もすごいことになっている、いるんだよな。兵力があるならば前進するか。なんとか城に取り付きたいが、でもまずはまっちゃんを倒したいな。よし、ヨステルが倒したっていうのもなんかちょっと感慨深いところもあるな。柵を作ってもいいが、城に取り付きたいな。ただ相手が接近してきている。関口隊はちまちま援護。長良氏どんどん引いていくが、それ大丈夫かね。柵設置しておこうか。おっ、福兵やるではないか、篠原。二階堂さんは風林火山をちょっと貯めておこうか。戦はまだまだ続く。あとは我が隊が持てばいいが。長吉が引いてくれるならば、まあガチの野戦をしてなんとかはなるか。こっちはこっちで城にも回り込みたいが、この辺が邪魔だな。よし、ここでなんとか耐えてもらおう。ある程度敵が減っていけば、まあ、多分長吉も交代、まあ、こっちに城に入ろうとしてくるんだろうな。今のところは兵力差は埋まってきた、埋まってはきたが、関口隊もちょっと厳しいかな。でそろそろ風林火山も貯めていきたいが、一旦これ壊すか。いや、ちょっと置いておこう。まずは相手の備えを減らしていく。おっと、関口隊が一体やられた。じゃあこっちはじわじわ接近しながら風林火山を貯める。 GSK はもう奮闘使わせよう、もったいないからな。で光秀と義輝はなんとか城に取り付きながら守りを固める。竹藩接近戦になるか。兵力も危ういからちょっと待機。関口隊の玉砕しようとしていないかな。ほらほら、またやられたし。で荒木村重か。もう接近戦しよう。ヒーヤー打つのももったいないから、648。よし、何か使えないかな。コブとかバリ増言挑発、伏兵回復。じゃあちょっとこっちの柵を壊そう。
ふむ、向かってくるな。で、一マス動かして、で、ちょっと守りを固める。で、こうやって、接近戦も危ないかもしれんが、これで長吉を倒すことができれば芥川城は陥落。お、私との勝負かね。まあそれも構わんが、ちょっと交代。で、残りの部隊は相手の大将に攻撃をできるように一旦特技かな、それは温存。関口隊はちょっとボロボロになっていくんだがな。ほら、お、向かってきたな。ただあと2ターンかかるからな、もう打ち込んでいってもいいかもしれんが。なら仕掛けてみるか。兵力は1000減らした。竹藩もなんとか耐えては欲しいが、あと1200人減らしたんで、あと2800。お、火やね。だが城には取りつかせんぞ。足利義輝も三好長慶を2回暗殺しようとして、どっちも失敗するんだよな。ただ実級さん来ないな。よし、ここまで囲めば多分大丈夫でしょう。金星になるか。だが長吉を敗走させることができれば勝利ですからね。もうここは攻めていきましょう。竹藩持てよ。援護で接近戦してしまうと、ちょっとだいぶ兵力が減ってしまうな。だがあともう少し。いや、これは耐えた方がいい。ちょっと勲功稼ぎで総大将竹藩かなって思ったが、一発ぐらいは耐えるか。いやこっちは待機で、 GSK も待機。あとはどうしようか。じゃあみっちゃんにお願いしよう。よーしよーし、これで芥川城陥落。結構兵力も減ったな。ふう、やれやれ。もう8人も捕らえた。お、荒木村重か。村重さんあたりは、じゃあ、拝み倒す。あ、はいや。もう、よろしく頼む。楠木長安さんは、内政がそこそこ高いからな。そういう人は欲しいですよ。あ、ダメか。ならば、時花と。まっちゃんどうかな。多少友好的ではあるが。まっちゃん、拝み倒してどうかな。よーしよーしだな。お前の、まあ、志は、基本的に、長いものに巻かれろ、だからな。よろしく頼むぞ。長生きさんどうしようか。一応、三好家もこっちいるからな。
ああ、入るんだ。意外と手のひらクルーだな。細川さんとかも来てくれるでしょう。三好家に使えるよりかは、足利家、そして細川家を要する、この二階堂の方がいいぞ。あ、ダメか。三好三人衆、結構簡単に捕まるな。で、中川清秀か。あ、 あとは時頼次ね。不安そうな顔をしているな。ならば高圧的に出る。一族老頭すべての命が貴殿にかかっておるんだぞ。よしよし、生殺与奪の剣は君にある。じゃあもう帰ろう。結構ボロボロだからな。ふう、これでまっちゃんが入った。今のうちに仲良くしておかないと後々やられるかもしれないからな。でも今悪名ゼロか。すごいな。じゃあ茶席。ふう、でそろそろ主命とか帰ってきた人はいるかな。お、いいですね。まだまだ朝廷、まあ官位の方はもらえないか。林さんとかまだ浪人なんだ。ただこうやって忍びに襲撃されるとなると、やっぱり忍び衆とかね、なんか味方に加えたいなって思うんだがな。まっちゃんとか有効度上げておけば、なんかこうね、あ、でも今 2.5 か。もうちょいで3なんで、まあ仲良くなっておけばね、多分毒殺とかそういうのないよな。じゃあちょっと上洛も済ませたことですし、一回タラちゃんに会ってみよう。もっと勢力図が大きくならないとダメかな。あ、ごめんね、怪しいものではあるけれども、そこは否定しない。あ、でも支配できた。あ、よかった、ここまで来ればいけるんだ。どう、タラちゃんよ。親密とは1個半か。よしよし、忍び衆が、まあ、こうやって味方についてくれれば、私が襲撃されても、甲賀の者が、ね、甲賀対伊賀の戦いで、まあ、なんとか、決着はつけてくれるよな。で、芥川城を落としたことによって、どこに引いたんだろう。まあ、飯盛まで引いたか。引いたところで大だからな。先に丹波亀山あたりを潰した方がいいかもしれないが、ならば私自らちょっとお城を調べに行きますか。まっちゃん加わったんで、三好家の戦力もだいぶ削いだことにはなっているとは思うが、さて忍び込むとするか。兵力は1万4000ね。長い間放置するとどんどん増やされるな。防御力はなかなか硬いが、今のうちに落としておくのも手か。もうまっちゃん加わったらな、ね、長寄さんとか、こっち来てくれないかな。出たな、内藤ジョアン。ただ旗の家滅んだんですよね。確か内藤ジョアンさんの、まあ親父になるのか、まあ内藤ジョアンの妻が、まあ旗の家に仕えている内藤さんで、でその旦那さんが内藤ジョアンになったんで、名前が内藤なんですよね。
松永久秀の甥っ子。あ、正面か、正面からじゃないな。かの有名な二階堂様。天下に名を知られるというのも時に困りものじゃの。名声は高いからな。良くも良くも悪くも防御力は低いんだ。兵力は7300。でその内藤助庵の妻のお母さんが実はね私の先祖の娘なんですよね。だから遠回しに行って松永家ある意味縁戚だからな。実久がそこにいて、でこっちは冬安とかいないんだ。でも松永家もなんだかんだ言って現在まで残っているんですよね。まあ長寄りの方かな、あっちの方がね残ってて、確か第二次世界大戦ではマレー海戦かな、あっちで活躍したまあ松永さんかな、ね階級まではちょっと忘れたんですが、あの人が松永長寄りの確か一門だったっけな、末裔かな。でドコモとかのアイモードかな、ああいうのを発明した人も松永さんで、あれもあの人も確か松永家の確か末裔だったかな。そんな感じで実は現在まで血筋は続いているんですよね。兵力は4万2000まで減った。まあだいぶ減りましたが、まあ今後も一旦機内の三好家はまあ駆逐していく方向でいきましょう。というわけで今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。